待ちに待った新刊だ。さっさと帰ってクーラーの効いた部屋で堪能するとしよう。お帰りなさいお兄様。大変です。緊急事態です。面接の日程をすぐに決めないと。¿De qué estás hablando, me? 昼食の支度をしていたら急にいらっしゃって。お昼ご飯は昨日の残りのカレーです。とりあえず昼食のメニューは分かった。まさか。ああ、ぬくみずくん、久しぶり。なんで柳さん、オレンジでカレー食べてんの？Excelente pregunta。友達のとこ、そうめん配って回ってるの。どうしてこんなにそうめんが？父さんの今月のお給料がそうめんだったのから、いろいろあって7月分のお給料が全部そうめんで払われたの。末端価格30万円分のそうめんがうちにあるんだよ。私は食べたよ。一生分食べた。おかわりいるか？3杯目だし、もう大丈夫。ああ。少しお話を伺ってもよろしいですか？うん。まずは、生年月日に血液型、家族コース。いや、ほら、柳さんは忙しいんだ。中水くん、自分のこと、お兄様って呼ばせているんだね。呼ばせているわけじゃないぞ。